高松先生に入門してからの15年の修行は、それはそれは実践的な真剣型の抜き身の真剣の下に座っているような毎日の修行でした。それでも今思うと楽しい毎日でした。高松先生が他界された葬儀の日に、そこに列席した弟子は私が一人でした。